こんにちは、じんぺいです。今回は一冊の本を紹介したいと思います。その本はこちらのインターネットポルノ中毒、やめられない脳と中毒の科学という本です。この本は一言で言うと、インターネットポルノを見続けていると脳に悪影響を及ぼし、 ED や痴呆、はたまた鬱まで様々な害を起こす可能性があるということが書かれています。今回はこちらの本を要約したいと思います。なぜこの本を紹介したいのかというと、妊活における最大の敵の一つ、 ED の克服に役立つ可能性があるからです。僕の場合、時々うまくいかないことがありました。夫婦ともに40歳を過ぎており、一回一回が勝負と思っていましたので、バイアグラを用意して万が一に備えておりました。正直に言いますと、この本を知ったのは妊活後なので、本当に有効かどうかは僕も判断しかねます。ただ実際にこの本に書かれたことを実践してみたところ、あっちの方が元気になったのと、治療が改善されたということがありました。もちろんそこには妊活のプレッシャーから解放されたということなど様々な要因があると思うので、この本が有効だったのかは不明です。あくまで個人の感想ということで聞いていただければと思いますし、興味を持った方は自分で本を読んで判断をしてほしいと思います。それでは早速本の要約に行きたいと思います。まずこの本の作者についてです。一体どんな人がこの本を書いたのでしょうか。作者はゲイリー・ウィルソンという人です。ウィキペディアによれば、南オレゴン大学で生物学の非常勤教授をしていたそうです。そして2012年の TEDx での偉大なポルノ実験と題した講演で広く知られるようになりました。こちらの動画は現在も YouTube で見れるので、概要欄へリンクを貼っておきます。 TED とはテドとも呼ばれますが、世界中の著名人による様々な講演会を開催、配信している非営利団体です。YouTube で TED と検索すれば、様々な動画を見ることができます。マイクロソフトのビル・ゲイツや、Apple のスティーブ・ジョブスも登壇したことがあります。また、著者は、yourbrainonporn.com というウェブサイトを運営し、インターネットポルノの中毒的な利用について警鐘を鳴らしています。つまりゲイリー・ウィルソン氏は医師でも博士でもありません。だから信頼できないと考える人もいるかもしれません。ただこの本にしろ、著者のサイトにしろ、様々な科学的論文を参照元にしています。また僕は実践した上で、ある程度信憑性があると思っています。だからといって全員に効果があるものではないと思いますし、当然まだ解明されてない部分もある分野だと思います。前置きがだいぶ長くなりましたが、序章はじめにから要約していきたいと思います。この章で著者は、まずは自分の体験が重要だと言っています。自分でインターネットポルノの利用をやめてみて、その結果どうなったかを体感すれば良いと言っています。ではいよいよ一章の要約になります。一章では、インターネットポルノの現状、その危険性と、ポルノ研究がまだ始まったばかりであること、そしてこの研究の難しさを説明しています。そして次に症状の例を挙げています。またやめてからの改善点の例も挙げています。まずインターネットポルノの中毒者のためのサイト、Your Brain on Porn というサイトは、1日にユニーク訪問者最大2万人います。その他、様々なインターネットポルノの中毒に悩む男性が訪れるサイトが存在して、インターネットポルノの影響から回復しようとしている人は約350万人いるそうです。しかし、大半の男性はポルノによってオナニーして射精しているため、インターネットポルノによって性的な障害や精神的障害があるということに
思いが至らないと言っております。これは確かにポルノを見ることは性的にプラスになるという考えがあるためにマイナス面はないがしろにされている気はします。ポルノを見るのは性欲が強い証拠のような気がするし、オナニーは前立腺がんの予防になるというような説もあります。ただ筆者は非公式な実験結果だが、明らかにポルノ、特にオンラインポルノが無害だという広く普及した見方は早急に改められるべきだと考えています。続いて第2章です。第2章では脳の仕組みからインターネットポルノ中毒を分析しています。まずはクーリッジ効果を説明しています。クーリッジ効果とは、発情したメスラットの檻にオスのラットを投げ込みます。すると狂ったように成功を始めます。しかし次第にオスはそのメスに飽きてきます。メスの方がもっと求めてもオスはもうたくさんだという感じになります。しかし元のメスを新しいメスと取り替えるとオスはすぐに回復し、頑張って射精しようと苦闘します。このプロセスはオスが完全に空っぽになるまで何度でも繰り返せるそうです。この仕組みは哺乳類全般に見られるもので、人間にも当てはまると筆者は考えています。確かにこれはある気がします。いつもカレージャー切るからたまにはラーメンが食べたいよねとよく浮気男が言うやつですね。まあ女性には貧粛だとは思います。次にドーパミンについて説明しています。ドーパミンは目新しいもので急増します。ワンクリックで次々と新しいものを見れるインターネットポルノ利用はドーパミンを放出します。そしてそれを性的興奮の気持ちと誤解するようになりそうです。また性的な興奮とメスやコカインなど中毒性のドラッグが同じ報酬系細胞群を刺激し、同時に利用者にもっと欲しがるようにさせる類似のメカニズムがあるそうです。ドーパミンのスパイクはドラッグを摂取したりポルノで G をしたりする以前に起こり、利用の渇望として体験されます。しかし同じ刺激に何度もさらされると放出されるドーパミンは減ります。これがドラッグ利用やポルノで G をする間の快楽を鈍らせます。したがって快楽が少ないものとして体験され、もっと多くへの渇望が高まります。だから動物先祖にはかつて有益だった2つの仕組みは、ポルノチューブサイトや氾濫するジャンクフードの時代において望ましくない結果をもたらします。ポルノ中毒者で見られる脳変化が物質中毒者に最も似ているという意味で、インターネットポルノ中毒は最も純粋な物質中毒とみなせるかもしれないと言っています。またこれは特にティーンの脳に悪影響を及ぼすそうです。例えるならセックスに備えるためにポルノを見てオナニーをするということは、ウィンブルドンでの試合に備えて長年ゴルフをするようなものだと言っています。また著者は現在の医療機関によって誤診されている人がいると主張しています。明らかに医療関係者は単にポルノをやめればいいだけの若者に ED や治療治療をしていると主張しています。次に第3章の要約です。第3章ではどのようにしてポルノ立ちをしたらよいかが紹介されています。家具の角度を変えるような簡単なものから瞑想やフォーラムへの参加、ポルノサイトの広告をブロックしたり、お気に入りから削除することなど、さまざまな方法で第一歩を踏み出すことを提唱しています。また水浴びや運動などによる誘惑に負けそうになった時の対処法なども紹介しています。他の中毒と同じように禁断症状に襲われることもありますが、回復した時のことを想像して乗り越えようと訴えています。それでは最後の章の要約です。最後の章は専門家の情報に惑わされずに
とりあえずやってみようと訴えています。喫煙を例にとり、大手タバコ会社キャンペーンによって禁煙ブームがだいぶ遅れたこと、体への悪影響はだいぶ前から分かっていたのにもかかわらず、因果関係が証明されるまで人は喫煙を止めようとしなかったことなどを紹介しています。なので、証明されることを待つ前に、まず行動、まず自分がインターネットポルノの中毒なのかどうかを疑い、そこまで言っていなくても、インターネットポルノが自分に悪影響を及ぼしていると感じたなら、まずはインターネットポルノを絶ってみようと訴えています。ここからは僕の感想になります。この著者は医者ではありません。単なる研究者であります。しかし、どうやらアルコール中毒、ドラッグ中毒と同様に、インターネットポルノ中毒が存在するということは真実味を感じます。なぜなら、中毒というのは、ギャンブル中毒、チョコレート中毒、ニコチン中毒、カラシ中毒など、ありとあらゆるものの中毒者が存在するからです。その中でインターネットポルノの中毒者がいないと考える方がおかしいと思います。またこれは僕の経験ですが、インターネットポルノを見ることをやめると、自分がいかに長時間スマホを見ていたのかということを後悔しました。そして、どんどん思考がエスカレートしていたなぁとも思います。この本に書かれていることはもちろん科学的なことです。ただ、すべてが科学的に証明済みのことというわけではありません。つまり、まだ分かっていない部分が多くある分野の話だということです。今後、時が経てば科学的に証明されるかもしれませんし、全く違う結果が出るかもしれません。このような、まだ何だか分からないものに対処するということは、最近経験したあることを思い出させます。そうです。コロナ禍です。まだ証明されていない未知のウイルスに対して、どのように考え、どのように行動するのか、現在ある情報を自分で分析して自分で決める、陰謀論に惑わされずにしっかりとわからないものをわからないものとして処理をする。これが結構難しいことだと思います。でも、難しいからといって逃れられるわけではありません。だから、自分を信じ、自分の頭で考えて、自分で決断し実行する。そういう行動が取れるよう、日々努力しなければならないということだと思います。そして、そういったことを考えさせられる本でした。今回は、インターネットポルノ中毒、やめられないノート中毒の科学という本を紹介いたしました。また、面白い本があったら紹介したいと思います。それではまた。